バスターコールの砲撃が激しさを増し、海軍の増援も押し寄せる中、絶体絶命の一味を助けたのはもう一人の仲間だった。迎えに来たよメリー。ゴーイングメリー号に乗り無事帰還を果たした一味だが、すでに限界を迎えていたゴーイングメリー号はその直後に大破してしまう。なんとか修理してくれと頼むルフィをアイスバーグは諭す。だったらもう眠らせてやれ。俺は今奇跡を見てる。もう限界なんか遠に超えてる船の奇跡を。長年船大工をやってるが、俺はこんなにすごい海賊船を見たことがない。見事な生き様だった。アイスバーグの言葉を受け入れ、ゴーイングメリー号の最後を静かに見届ける一味。ルフィたちはゴーイングメリー号との数々の冒険を思い出す。This does not do this part justice at all. Going Merry Go か、いい船だな。行くぞ、グランドライン。すげえ、船が空を飛んだ。そして再び不思議な声が響き渡る。ごめんね、もっとみんなを遠くまで運んであげたかった。ごめんね、ずっと一緒に冒険したかった。だけど僕は。ごめんするなら俺たちの方だぞメリー。俺火事下手だからよ。お前を氷山にぶつけたりよ。帆も破ったことあるしよ。ゾロもサンジもアホだからいろんなもん壊すしよ。そのたんびウソップが直すんだけど下手くそでよ。ごめんつーなら。だけど僕は幸せだった。今まで大切にしてくれてどうもありがとう。僕は本当に幸せだった。海賊船ゴーイングメリー号は一味への感謝とともに海底へと沈んでいった。メリー号に別れを告げ、戦いの傷を癒すルフィたち。そこへフランキーが現れ、一味のために新しい船を作りたいと申し出る。ルフィたちはフランキーの提案を喜んで受け入れ、新たな船の完成と未だ戻らないウソップを待つことになった。そこに突如海軍本部中将げんこつのガープが現れる。ガープは長年にわたって海賊たちと戦い、伝説の海兵と称される強者である。お気かルフィ。いってげじいちゃん。じいちゃん、愛ある拳は防ぐ術なし。ずいぶん暴れとるようじゃのルフィ。ガープは孫であるルフィを強い海兵にするため幼い頃から鍛えていたが、赤髪のシャンクスの影響で勝手に海賊になったことに激怒していた。シャンクスは俺の命の恩人だ。悪く言うな。いやー、ごめんなさい。じいちゃんに向かって言うなとは何事じゃ。そもそも赤髪がどれほどの海賊かお前分かってるのか。シャンクスはグランドライン後半の海に君臨する4人の大海賊、四皇の一角を担う強大な海賊であると語るガープ。その四皇を食い止める力として海軍本部桜花七部会が存在し、三つの勢力が拮抗することで
世界の平穏は保たれているという。さらにもう一人、ルフィの肉親に衝撃的な人物がいることが判明する。その人物とは革命家モンキー・D・ドラゴン、ルフィの実の父親だという。ドラゴンは世界政府打倒を目指す革命軍の頂点に立つ男であり、知らぬ者はいない世界最悪の犯罪者である。あ、これやっぱ言っちゃまずかったかの。今のなし。さて、お前はわしの孫なので、この島で捕らえるのはやめたと軍には言い訳しておくので安心しろ。その後、一人の海兵がルフィの前に姿を現す。お久しぶりです。僕が誰だか分かりますか？僕です、コービーです。覚えていませんか？チビで泣き虫だったあのコビー。 His voice is not 本当か。 Just no。 海軍総長コビー、彼はイーストブルーでルフィとゾロに出会い、海兵になるという夢を後押しされた少年である。近くにお二人がいると聞いて、いても立ってもいられなくて、今の僕があるのはお二人のおかげですから。しかしお前、成長期にも程があるぞ。驚いた。なんでグランドラインにいるんだ？まだまだ将校には慣れてないけど、今は本部でガープ中将に鍛えてもらってるんです。ルフィさん、このグランドラインの後半の海の呼び名を知ってますか？新世界、次の時代を切り開く者たちの集う海、その海を制した者こそが海賊王です。僕、もっともっと強くなりますから、必ずまた新世界で会いましょう。新世界。麦わらさん、手配書見ましたか？あんた、とんでもねえ額ついてるぜ。それに他のみんなも追加手配されちまってる。うわぁ、上がった。ソゲキングにもついてるぞ。なんで俺だけ選んだよ。これのどこが俺だ。笑われるんだ。俺は世界中のレディーから。俺だって海賊だぞ。ちゃんと男らしく戦ったんだ。物申すぞ、五重ベリー。まあ、いろいろと言いたいことはあるだろうが、見てほしいのはこっちなんだ。兄貴が賞金首になっちまった。このウォーターセブンにいちゃ兄貴の命が危ねえんだ。きっと兄貴は俺たちが心配で島を出ようとしねえからよ。兄貴を海へ連れ出してくれ。あの人もともと海賊の子なんだよ。え？夢の船が完成したぞ。フランキーの兄貴がみんなを呼んでこいって。あと、出航したはずの海軍が戻ってきてるんだ。急いだ方がいいかもしれねえ。じいちゃんが？
気は外してるが、今度はできてる。俺が代わりに見せる。うおー、でけー、かっこいい。いつか海賊王になるなら、この百獣の王の船に乗れ。フランキーからの伝言だ。フランキーはどこ行ったの？俺、あいつに決めたんだ、船大工。本気であいつを連れていく気があるなら、力ずくで連れていく。それが唯一の手段。俺たちが無理にでも兄貴を連れてくる。手伝ってくれ、麦わらさんたち。爽やかに別れた。恥ずかしいですが、相手になってもらいます。望むところだ、ロビー。ゾンブ、戻ってこねえのか。分かってんだろうな。そいつが頭を越えてくるまで認めちゃならねえ。今回ばかりはこいつの言うことが正しい。重たい謝罪を聞けるまでは黙って待とう。あなたとここで再会できてよかった。必ずまた新世界で会いましょう。よし、準備もできたし始めるか。素手で大砲を撃った。石は取りたくないもんじゃ。最近パワーが落ちていかんわい。じいちゃんもどうにかしねえと攻撃が止まらねえぞ。あいつ取った。油断した。なんて返せ。これは俺の一丁だ。兄貴は俺を追ってくる。麦わらさんたちの船までうまく誘導してくれ。頼むの。貴様、サイボーグフランキーの手下だ。フランキーはどこにいる？しまった、海軍だ。兄貴も追ってきてるってのに。やべえ。ここまでだ。レッド、はい、いや、セカンド、ピストル。覚悟はできてんだろうな。始めようか、小僧ども。原骨しか当てないぞ。パーフィー締まれ。じいちゃん、砲弾投げるのやめろ。兄ちゃんに向かってやめるとは何事じゃ。甘い気いようになりよって。始めようか、小僧ども。原骨しか当てないぞ。やるようになったの。
こが。船、ありがとう。最強の船だ。大切
別にする。ああ、メーラの旅の無事を祈ってる。フランキー、このパンツ返してほしけりゃ俺たちの仲間になれ。バカ言え、パンツ取ったぐらいで。そもそも俺は船大工を辞めた身だ。だからそいつは俺の作る生涯最後の船になる。念願だったんだ。それこそが夢の船だ。待て、フランキー。こいつはまだお前の言う夢の船にはなってねえはずだ。出航していくつもの海を越えて、幾度もの戦いや困難を乗り切り、海の果てへ到達した時、その運命の日を見届けた時に初めて夢の船になるんじゃなかったのか。やりてえことが変わったんだ。やりてえこと？それは違う。お前が今この島でやってることは全て償いだ。もういい加減に自分を許してやれよ、フランキー。なんだ？旅の荷物です、兄貴。頭振り絞って一生懸命考えたんです。子分どもに敷かれたレールを棟梁の俺が歩けるか。申し訳ねえ、でも少しくらい考えたらダメですか。俺たちみてえなゴロツキを拾ってくれた大恩人のあんたの幸せも考えたらダメですか。アリボテ修理しかできねえ素人どもめ、これだけ立派な船に大工の一人も乗ってねえとは船が不便だ。仕方ねえ、世話してやるよ。おめえらの船の船大工、このフランキーが受け負った。やったちょっと行ってくらー。海軍が迫ってる。出航の準備しとくぜ。ああ、あとは。よし、帰るぞ仲間のもとへ。あとはどう自然に一味に戻るか。お前ら、新しい船に乗り込め。ただし、I didn't realize that there was suddenly something after the cutscene. 了解、キャプテン。スリア。何もせず見逃すってわけにはいかねえ。まあ足止めでもしとこう。あの氷壊しといたらウソップが青生地から逃げられるかな。こんなところ
他の道を探すしかねえか。彼らも参戦する。おめえら、この船の名前だが。ライオネル親方。暗黒魔。ムッシュひまわり。勝負だおめえら。暇があんのか。海軍の意地を見せてやる。出航は無理だぞ。Get out!
フランキーを仲間に加え、海軍の追撃をかいくぐり、新しい船に乗り込んだ麦わらの一味だが、そこにウソップの姿はなかった。やがて船は出航し、ウォーターセブンの町は小さくなっていく。その時、船を追って一人の男が現れた。ごめん、意地張ってごめん、俺が悪かった。今さらみっともないんだけど、俺一味をやめるって言ったけど、あれ取り消すわけにはいかねえかな。ダメかな、頼むからよ。お前らと一緒にいさせてくれ。もう一度俺を仲間に入れてくれ。バカ野郎、早く捕まれ。サニー号から伸びたルフィの腕がウソップをつかみ、船に引っ張り上げる。ようやく全員が揃い、一味は歓喜に沸き立つのだった。サウザンドサニー号、過酷なる千の海を太陽のように陽気に越えていく船。アイスバーグが提案した船の名前を気に入った一味は、本格的に船を出す。さあ行くぞ、驚異の緊急加速装置クウードバースト。クードバーストによって、一気にガープたちの砲撃から抜けた麦わらの一味は、サニー号と共に新たな航海に突き進む。メリー号にできて、この船にできねえことは何一つない。だが、あの船の勇敢な魂は、このサウザンドサニー号が継いでいく。今日からこいつが、おめえらの船だ。おお、やったな。ウォーターセブンを出航後、不気味な海域フロリアントライアングルに迷い込む一味。そこでヨミヨミの実を食べた骸骨のブルックと出会う。死んで骨だけ、ブルックです、どうぞよろしく。オーカ七部会月光モリアに奪われた影を取り返したいブルックと共に、一味はモリアが支配する島スリラーバークに乗り込む。激闘の末モリアを倒すことに成功した一味だが、そこにもう一人の七部会
バーソロミュー・クマが現れた。政府の命令でルフィを狙うクマの攻撃で全滅寸前まで追い込まれた一味だが、唯一意識を保っていたゾロの命がけの交渉により窮地を逃れる。おい、おめえ生きてんのか。あいつはどこだ。ここで何があった。何もなかった。ブルックを仲間に迎え入れた一味はグランドラインを半周した地点レッドラインに到達する。新世界に入る下準備のためシャボンディ諸島へ向かう途中、一味はかつてイーストブルーで戦った魚人ハッちゃんと再会。ハッちゃんと和解した一味は彼の案内でシャボンディ諸島に上陸する。しかしそこでは天竜人と呼ばれる者たちが横暴な行為を繰り返していた。天竜人とは世界政府を作った王たちの末裔であり、もし逆らえばたちまち海軍大将が派遣されるという。そんな彼らとの間にいさかいを起こしハッちゃんが撃たれる。それを目の当たりにしたルフィは激怒し、天竜人の一人を殴り飛ばしてしまう。この一大事件は瞬く間に海軍に伝わり、一味は完全に包囲される。絶体絶命の状況で一人の男が姿を現した。その麦わら帽子は精悍な男によく似合う。会いたかったぞ、モンキー D ルフィ。俺に命令するな。一方その頃、シャボンディ諸島の各地には超新星と呼ばれる懸賞金額億超えのルーキー海賊たちが集結していた。大変なことになった。麦わらのルフィが天竜人をぶっ飛ばしたって。船の出航準備は。昨日すでに。今すぐ船に向かう。大将なんぞに出てこられてたまるか。出航準備だけしておけ。はい、直ちに。さて誰が出てくるか。ホーキンス船長。落ち着け、今日俺の命日とは出ていない。天竜人を殴っただと。本気か。噂通りのイカれ具合だな、麦わらのルフィ。大将と今ぶつかるのはごめんだが、挨拶くらいはしてやろうじゃねえか。面白いもんを見逃したようだ。麦わら屋か。顔を見に行くとしよう。
予想より海軍の動きが早いな。おい、ドレークや。手伝ってやろうか。死の外科医、トラファルガー・ロー。俺に構う必要はない。死亡率 0%。 迷惑な連中だ。おかげでこっちもただじゃ済まねえ。カポネ・ギャング・ベッジか。今俺たちに思想は見えない。ゴーマの層、君の悪い能力だな。魔術師バジル・ホーキンス。野郎ども、やり合う準備はいいか。はい、パーサー。やつらの負けだ。兵力差でな。天竜人を殴るとは正気がねえな。完全に包囲される前にここを動かなければ。麦わらの面を恨みに生きてえが海軍だらけだ。うざって。魔術師バジル・ホーキンス、動けな。撃つぞ。ストローマンの出番はなさそうだな。出さんぞ。おめえらの負けだ。兵力差でな。蜂の巣にしてやれ。インジェクションショット。じゃあな。インジェクションショット。しなければ。
そこまでだ。メス。はい。セルベ。道ができたな。今のうちに去るとしよう。セルベ、逃がすな。おい。逃げた奴らに釣られて敵が降ったか。ちょうどいい。進むぞ。はっ。ラジオライフ。ねえ、タイト。おのれ。はっ。タイト。すぐに終わる。タイト。海兵が嫌がる。近いはずだが、これ以上は進めねえか。ここまでだ。メス。ぶっ飛ぶ。見切ってみろ。近くまで来たと思うが、敵が多すぎて。楽にして。これ以上進めねえな。ラジオ。ユースタスよ。お前の麦わらを見に来た口か。シャンブルズ。どんなにイカれた野郎か、この目で確かめてやる。トラファルガーロー、ユースタスキッドを排除する。刻んでやる。油断した。俺の名を知ってんのか。なんでこの島に七部海が。セルベ。タクト。シャンブルズ。ラジオライフ。スキャン。トラファルガー、てめえ邪魔するな。消されたいの。俺に命令してるの。そこまでだ。少しはやるな。スキャン、インジェクションショット。レーザーだと。噂に聞いてたんだ。ずいぶん違えな。楽にしてやる。シャンブルズ。タクト。スキャン、インジェクションショット。タクト。そこまでだ。よえ。障害を排除する。スキャン、インジェクションショット。すぐに終わる。メス。ルー、タクト。
か撃退できたが、七部会とやり合う羽目になるとはな。本当にクマ本人だったのか。まあいい、今は麦わら屋だ。やると思っていた。